三鷹市芸術文化振興財団が主催するさまざまな企画の中から一押しをピックアップしてご紹介する三鷹アーツニュース。今回は三鷹市芸術文化センター星野ホールで行われる劇団ままごとの公演我が星についてご紹介します。幼なじみの少女2人が中学高校へと成長し、それぞれの道を見つけて大人になっていく過程で、お互いの心が少しずつ離れていってしまう軌跡を描きながら、それがいつしか地球と月の、そして太陽系と人類の壮大な象徴のドラマへと広がっていく劇団ままごとの我が星。2009年10月に三鷹市芸術文化センター星野ホールで初演され、翌年演劇界の芥川賞と呼ばれる第54回岸田國士戯曲賞を受賞。2011年の再演でも高い評価を得て、今回が3回目の公演です。それでは公演の見どころなどを作演出の芝幸男さん、出演者の橋田新奈さん、大垣優也さんに伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの初演が2009年の10月ということで、はいはい、もう6年ですが、はい、最初はその若手劇団を紹介するこの財団の、はい、三鷹ネクストセレクションで登場されたんですよね、はい、でそれが6年前 で、はい、で2011年に再演、はい、で今回は再演になるわけですけれども、はいはい、あの3回目を迎えてどうですか、はい、今練習中というか稽古中なんですけども、お芝居自体もちょっとやっぱ大人が見ても楽しめるようなものにやっぱしていきたいなというところはすごくあって、こうみんな年を取ったなというふうに感じてます、はい、そして新奈さん、はい、もう私からすると全く変わらない感じがしますが、6年前、はい、はい、あの6年経って、6年前は私も三鷹市に住んでいて、まあ、あの子供を産んでそのこともあって、はい、引っ越しもして今は神奈川県に住んでるんですけど、まあ、子供を産んだって意味では随分時間が経ったような気がしますね。初演時はまだあの学校に通っていたので、そうですか、その時は、はい、学生さん、学生で、うん、まあ、最後の年だったんですけど、うん、まあ、そこから学校も卒業していろいろ減って、でまだ社会人としても全然ひよっこの時に再演があって、でまたそこから社会人成り立ててないですけど、うん、そこからまた4年さらに経ってるんで、うん、まあ、僕もあまり周りからは変わらないって言われるんですけど、ちょっと逆に大人になったところを見せられたらいいなと思いつつ、うん、はい、もちろんその初演を見た方がまた見るってこともあるわけですしね、はいはいはい、で今日はこ の, あのもう我が星のこのサークルの中に、ちょっとわからないかも、はい、私たち入ってるんですけど、はい、もう本当にそ の, あの劇団の代表作とも言えると思うんですが、はい、そうですね、あのご存知ない方のためにちょっと簡単にあらすじを柴さん、はい、お願いします。わかりました、はい、あの我が星という作品はですね、星の一生ですね、まあ、僕たちが今いるこの地球という星もだいたい今50億年目ぐらい、46億年ぐらいと言われてますけど、46億歳と言われてまして、あと50億年後ぐらいに、要は100億年でこう生まれてからこう死ぬというようなのが星の寿命と言われてるんですけど、はい、まあ、人間も長生きしても100歳ぐらいで死ぬわけですよね、うん、なのであのこの100億年とこう100歳っていうのをこう重ね合わせまして、うん、こう星っていうものがじゃあ一人の人間だとしたらどういうふうに生まれてこう死ぬ時にどんなことを思うんだろうっていうのを、まあ、あのお話にしてみたというのがこの我が星という作品です、はい、でその中で橋田さん演じる役というのは、はいはい、そのおそらく星である我が星地球なんですかね、その地球を一人の人として捉えるっていう役、うん、はい私、はい、一緒にその、まあ、星ですよね、そうですね、自身が、はいはい、大垣さんは、はいはい、僕はその私をはるか1万光年遠いところからずっと望遠鏡で眺めている少年の役です。はい、はい、今年33公演というんですが、はい、これはまたあの本当にロングランの、ね、はい、ことになりますが、新しく本当に作り直してる、作り始めてる感覚で、あの全く多分2009年の頃のような感覚
我が星とはまた全く違う見え方がするんじゃないかなと思って、そうとてもワクワクしてますけど、うん、で最初にその大人のっていう話がありましたけど、はい、やっぱり皆さんそれなりに、ね、年齢も重ねていろんなことがあって、日本としてもいろんなことがあったのでそのあたりっていうのはやっぱり中にこう含んで、元からいろんな本当に子供から大人まで見てもらうような作品だったんですけれども、うんうん、やっぱり33公演ですとね、若さで乗り切れるもう回数ではありませんのでここは一つちゃんとこう的確にちゃんとその変に力が入りすぎないようにちゃんとこう毎回毎回こうお客さんと相対していく感覚で33公演やらなければ、やっぱりプロ野球と一緒ですけれども甲子園の戦い方だともう倒れてしまうので、はい、若さじゃない、そうですね、全力だけじゃないこの伝え方というか、うん、演劇の作り方やり方というものをこうみんなで考えながら今取り組んでいる感じですね、うん、はい、で今回驚いたのが0歳から入れる会があるということで、はいはい、これも私初めてだと思う、他で聞いたことがあまりないので、やっぱりみんなこう年齢が上がってきたので、だいぶ僕らの周辺でも、うん、俳優さんやスタッフの中でも子供ができたりということが多くありまして、はい、それで普通に稽古場なんかに連れてきて、うん、こう子守をしてもらってる間に稽古をするとか、はい、会議をする時でも一緒にもういてもらってというか、うん、まあ一緒にいてこう参加するっていうことが割と当たり前とか日常的なことになってきたんですね。で発案は橋田さんからだったんですね。未就学児の講演をやってみたらどうかということで、うん、はい、ただそういう1年2年そういう経験が劇団の中にもあったので面白いんじゃないかと、なんかまあ大変そうなのは分かるけれども、でもなんかこう全く全然わけが分からないわけでもないし、大人と多分対峙するのにさらにもっと何重かの工夫さえすれば、そんなにその子供だから全部変えなきゃいけないとかそういうことじゃないんだなってことがもう分かっていたので、じゃあちょっと挑戦としてちょっとやってみようということになって、ちょっとこれも楽しみですね、ですね、はい、だってお客さんの中にも昔若い頃演劇やっていて、 でも子供ができちゃって行きたいけど行けないとか、うん、そういう方もたくさんいらっしゃると思うの で同じに年齢を重ねてきてますから、うん、まさにそういう方たちがね、やってくれたってやったと思っていらっしゃると思うんですけど、そう思ってもらえてれば、こちらもありがたい、ね、今ここに座っているこの周りにも客席ができるって伺ってますの です、ね、はい、赤ちゃんとかがいる可能性もあって、はい、もう地べたにこう柔らかいものを敷いて、はい、寝転がって見られるようなスペースをちゃんと作ろうということになってますので、では最後にですね、今回の公演に向けてお一人ずつも散々喋ってはいただきましたけれども一言ずつ柴さんからお願いします。今年は1ヶ月間も上演させていただきますので、もしよろしければぜひ劇場にお越しいただいて、見ていただければと思います。すごくその三鷹のこの劇場で作れてずっと、関わりを持たせていただけてるこうきっかけになった作品でもありますので、ぜひ三鷹の方に見ていただきたいです。はい、お願いします。舞台があってその周りを全部客席に囲んでもらうんですけれども、やっぱりそのお客さんがあって私たちが演技してっていうことがすごく重要な関係性を作っていく作品で、お客さんがたくさん入ってこそ作品が出来上がるお客さんがあって作品が出来上がる、本当に頼りに、お客さんを頼りに演技させていただいているようなところがあります。ぜひ劇場に会いに来てもらえると嬉しいです。まあ、今まで映像も出回ってますので、そういうのを見た方もいらっしゃるとは思うんですけどまあ絶対一味も二味も違う作品に育つと思うので、うん、まあ、今まで散々見たよとか飽きたよって人ももしよろしければ星のホールまで足を運んでいただけたらなと思います。いやいや違うよって変わっていくよってことですよね、はい、はい、楽しみにしております。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ただいまご紹介しました劇団ままごとの公演我が星は5月16日土曜日から6月14日日曜日まで三鷹市芸術文化センター星野ホールで全33公演が行われます。料金はご覧のようになっています。また5月29日金曜日と30日土曜日のみ未就学児の入場が可能です。